Lewis, il a 27 ans, mesure 1m84, a été pesé à 98,2 kg. À son palmarès, 24 combats, 20 victoires, dont 11 obtenues par KO et 4 défaites. Son adversaire ce soir, Rémi Bonjasky. Merci d'accueillir tout de suite Rémi Bonjasky. Rémi Bonjasky qui vient des Pays-Bas, il a 26 ans, mesure 1m92 pour 103,2 kg. À son palmarès, 42 combats, 36 victoires, dont 23 obtenues avant la limite et 6 défaites. Les deux hommes vont s'affronter dans les règles du kickboxing sur une distance prévue de 5 rounds de 3 minutes. Juge de ce match, messieurs Kurozumi, Shimada et Guri, arbitre Denis Travel. さあ、オランダ目白ジムでピーター・アーツと日々スパーリングを重ねている元王者の強さを日々体感しているレミー・ボンヤスキーと、かつてアンディのまさにマナ弟子の一人ピーター・マイストロビッチの対戦。これはもう典型的な空手対もう本当にキックボクシングの対決ですね。これ2人とも本当に有望格なんで、僕すごい注目のカードなんですよね。はい、さあこれから第1ラウンド開始のゴングが鳴り響きます。今グローブを合わせました。レミー・ボンヤスキーの方はですね、はい、まあ本当にオランダ大会でですね、残念ながら準決勝に負けてしまったんですけども、はい、左ハイキック、本当に将来性のある選手ですね。赤いグローブです。しかし後ろ回し蹴りを見せたのはピーター・マイストロビッチ。ピーター・マイストロビッチの方は本当に回転系のですね、空手らしい動きしますから、ちょっと楽しみですよ。スイス青銅会館ピーター・マイストロビッチ、はい、まあ、この選手はあのアンディのマナ弟子の一人と言ってもいいですね。そうですね、もう本当にアンディの響きの中ではもう一番ですと言っていいんじゃないですかね。はい、でもここはどうとしたかですね、バックキックが非常に得意な選手で、はい、今年のウクライナの大会で優勝してますからね。まあ、しかしこのレミー・ボンヤスキーも1年ほど前になりますが、はい、あのレイセフォーを4ラウンド終了地 TKO で暮らしてますから、そうですね、これ潜在能力はかなりあると見ていいと思うんですけど ね。でも顔もカーブレースみたいにですね、はい、いい男ですし、この選手はあの目白ジムなんで対極戦の攻撃っていってですね、はいはい、パンチからローキックにつなぐ、そういう攻撃パターンですね。はい、そうですね、ワンツーローですよね、はい、左の左ときて、そして右のローキック、対角線のコンビネーションとレミー・ボンヤスキー、そしてピーター・マイストロビッチが、これがバックグラウンドは空手の選手ですが、非常に変則的なピーター・マイストロビッチをしますから、まだともに若い両者ですが、はい、ピーター・マイストロビッチが27歳、レミー・ボンヤスキーが26歳、はい、これ技術のレベルも谷川さんかなり高いという感じがしますね。アンドレ・マナの会長ですね、はい、あの目白ジムの、本当にこのファイターは絶対ベスト8ファイターにいつかなるって言ってますから。そうですか、はい、レミー・ボンヤスキーですね、左フック、これも一発ではありません、必ずコンビネーションで見せていただきます。レミー・ボンヤスキーです、膝蹴りが出たそうですね、今ちょっと出そうですね、はい、今回は得意ですからね、特別両方得意なんですね、膝がね、得意ですね、はい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 、今回は K1 特別ルール、膝蹴りの使用は禁止されています。
右のストレート、左がボディへ、さらに右のミドルキックも返していきました。そして左のローキック、レミー・ボンヤスキー。レミーのこういう効いてますね。非常にスピードも速い選手ですよね。右のローキック、今のところ主導権はレミーの方に行ってますよね、はい、あの右のローキックに場内が大きく沸きました。左ボディ、そして右のローキック、行きますよ。この対角線の攻撃は、この対角線の攻撃は石井幹事はどう見ますか。 いいですね、やっぱりあの簡単なく攻めてますから。あ、はい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 、で間合いを詰めていってますから、西田選手はですね、ある程度間合いを取ってですね、はい、ですね、バックスキックとかですね、変則的な攻撃が得意なんですよ。はい、この後どうしてもね、で遠間からのフックとかですね、はい、それをやっぱ間合い、さあこれです、これフグトルネードですね、間合いを詰めてますね、あのフグトルネードもアンディから教わったんでしょうね、しかしこの第一ラウンドはレミー・ボヤスキーのスピードが若干ピーター・マイストロビッチを圧倒し始めているか。第一ラウンドが終了しています。まだ日本ではあまり名前が知られていない両者かもしれません。すでにイタリアは両者です。第1ラウンドはレミー・ボンヤスキー、オランダ・メジロジムがそのスピード、ピーター・マイストロビッチを若干上回り始めています。しかしあのピーター・マイストロビッチもあのフグトルネードを若干見せるだろう。もうちょっと距離を取ってですね、離れても戦いたいところですよね。そうですか、アンディからはかかと落とし、それから先ほど見せたフグトルネード、そして後ろ回し蹴り、こんな技を学んだんだ、そう話していたピーター・マイストロビッチ。いや本当に多彩な選手で、もう本当にグランド大会で優勝しますからね。ただこのレミー・ボンヤスキーも日々これピーターアーツと共にスパーリングしているわけですから、元王者の強さをね毎日知ってるわけですからね。そういう意味ではこうピーターアーツ対アンディ・フグというね、そんなバックグラウンドも非常にあるわけです。そんな感じがしますよね、もう次世代のピーターアーツ対アンディ・フグという感じがしますよね。ここもレミー・ボンヤスキーの方がプレッシャーをかけていくか。もう非常にリズミカルなんですよ、バネがありますよね。ミドルキック、こういう一台に先日 のオランダ予選 も完全に優勝候補の人だったんですけれども ね、残念ながらね、本当に準決勝負けちゃったんですけど、2つ起こった形になりましたけど、身体能力がすごい高いですよね。高いですよね、あのね、はい、全身バネですから、ものすごいジャンプ力ありますね。はい、ピーター・マイストロビッチ、これですよね、ストレートで、これはいいパンチだ。ちょっと足を止めてピーター・マイストロビッチもですね、打ち合いをショートしますね。はい、この右のローキックが効いてるんですよね。一つ左ボディいいパンチが入ったピーター・マイストロビッチですが、はい、ここは見合っていく、じりじりと、しかしプレッシャーをかけているのはレミー・ボンヤスキーの方か。どっちが主導権を取るかですよね、空手的な戦い。右は川島、右のローキック、ピーター・マイストロビッチ。この2ラウンドはこの立ち上がりは正確さではピーター・マイストロビッチか。あとフェイントをかけて左ボディへ、そして左のミドルキックから左のストレート、ちょっと変わってきましたね。右のミドルキックコーナーに詰めたのはしかしレミー・ボンヤスキーです。まだ完璧などちらのペースという展開ではありません。左フックボディへ、体重差がやっぱりあるんですよね。11キロほどありますかね。ピーター・マイストロビッチの方がちょっと軽いんですよね。 92.2 キロ、そのプレッシャーでちょっとレミーに押されてますよね。レミー・ボンヤスキーが 103.2 キロです。なお身長差は8センチあります。レミー・ボンヤスキーが192センチ、ピーターが184センチ。まあ本当に格闘技王国オランダですね、はい、ルートピーターアーツとアーネス・ウルスが、まあ、あの頂点に立ってきて、はい、もう本当に久々に現れたスターって感じがしますからね。あ、なるほどね、はい、レミーは10年ぶりのスターって言ってもいいじゃないですかね。まあそろそろ石井監督、それにあの世代交代の波が確実に始まってますしね。そうですね、まあちょっと距離の取り方がね、どうしてもやっぱ膝蹴りのね、あのやっぱあの距離から膝蹴り出すんですよね、はいはい、膝蹴りが出れない分だけやっぱコンビネーションが続かないですね、はい、まあ、確かに本人はあの膝蹴りというのは自分の特別な武器の一つだったんだけどなという話をしてました。そうですね、ただ事前に対策は十分に取ってきた、そう話していました。膝蹴りの代わりにどう出すんですかね、はい、今度は右のハイキック、あの
してガードしたか、はい、近くでハイキックが蹴れたいんですよね。あ、はいはい、でも伸びますね、ハイキックも。今は遠いから右のハイキックが飛んできました。さあ、このラウンドが終了しました。この後1回試合はどちらのペースに流れていくんでしょうか。非常に高い技のレベルで試合が展開されています。1ラウンドはレミー・ボンヤスキーのスピードにちょっと自分のペースがつかめなかったピーター・マイスターピッチ。この2ラウンドはしかし、どうでしょう、谷川さん、少しずつピーター・マイスターピッチも打撃感に少しずつ出してきましたね。あの若い頃は随分ね、アンディに叱られたとそんなことを話していましたが、アンディからは常に 150% の力を出すことを教わったそうです。対するレミー・ボンヤスキーは1年前にレイセフォーを下し、そして毎日のスパーでピーターアーツの拳を受け止めている選手。さあ、この3ラウンド以降ペースが変わっていくか。この距離だとやはりどうなんでしょうね、谷川さん。ちょっとだけどピーターも、そうですけども、レミー・ボンヤスキーもですね、はい、ちょっと攻め手がワンパターンになってきちゃってます。あ、そうですか。右のアッパー、はい、右のフックボディへ、そして左のミドルキック、はい、ここはピーター・マイストロビッチが出ました。見ましたね、軽やかでしたね、来ましたね。さあ、今の後ろ回し蹴りで一気にペースをつかむか、ピーター・マイストロビッチ。タイミング見事になりましたね、はい、あの後ろ回し蹴りもアンディから教わった技の一つだ、はい、そう試合前話していました。いやー、だけど綺麗に当たりましたね、天に召されたアンディのその技と心が、まあ、こういった形でまだまだ試合上展開されています。あの3ラウンドまで全然出してなかったんで、レミーの方がですね、はい、もう本当に不用意でしたよね。あ、そうでしたか、まさか来るとはっていう感じでしたね。ダメージ的には谷川さんの目にはどう見えますか。ま、あの大丈夫だとは思いますけど、でも精神的なダメージ大きいでしょうね。あ、でしょうね、もうほとんど競り合ってて、いやいやレミーが有利かと思ってたところに食らいましたからね、はいはい、2月のオランダ予選で優勝候補と疑われながら、大きなダメージを奪ったように見えますが、レミーの方が効いましたね、レミーのハイキックの方が効いてますよ。さあ、レミー・ボンヤスキーがダウンを取りました。そしてダウンを効く、ローから引ってますね。上狙ってきますよ、絶対レミーは。懸命にガードを固めるピーター・マイストロベッチ、右のハイキック、しかしこれはガードの上から、それでも破壊力あります。左ストレート、どうでしたね、注意をしてます。そうですね、狙ってますよ、強烈でした。ここは左のローで下にまずは注意を集めます、レミー・ボンヤスキー。いや、すごい逆転でしたね、今も。このラウンド中に互いに一つずつダウンを奪いました。しかも上段の蹴りでですね、確かに、さん同士の対決ですよね、はい、今もう完全に効いてると思いますよね、よく戻してますよね、ピーター選手ね、フラ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 より強烈な右ハイキック一戦、ダウンを奪い返しました。これはもうめったに見られる、これはもうめったに見られる、これです、ね、
っと後ろにステップアップしながら、これは右のハイキックは石井課長予想できないハイキックですか。そうですね、あのよくオランダ人がやるね、はい、あの両手でガードして、はい、相手の目を隠してて、はいはい、で跳ね上げた瞬間に、あ、そうですね、なるほどね、だから顔くっつけててよくあのアーネストホーストとかやりますよね、はい、下に注意がいってますよね、完全にあれホーストの蹴りもっと巻きついてくるんですね、後頭部に、はい、キャッチエアボールプリーズ、そうですね、さあ第4ラウンドです。共にダウンは1つずつ3ラウンドで奪いましたが、これ見た目の印象的には谷川さん、やはりレミー・ボンヤスキーの方に分があるような印象もありますが、でこのラウンドですよね、このラウンドでどちらのあれがあるか、はい、試合が決まりました。すごいハイキックでしたね、本当に来ましたね、いや今のあの低さ、ものすごいシーンが、あのだから例のあのホーストキックですね、顔をくっつけてて、あの目隠してて跳ねた瞬間に、はい、今のあの前のラウンドで全く同じ蹴りですね、アーキよりもホーストの蹴りですね、そうですね、顔をくっつけてて、体がくっつけてて、離れ際にこれです、耳の後ろまで来てましたね、これです、レミーはいい選手ですね、この選手は本当に戻ってほしい、何か出てきました、ものすごい選手が出てきたなというね、印象がありますね、体がマジみたい、そうですね、心配ですよね、はい、躍動感あふれるレミー・ボンヤスキー、この試合2回とも右のハイキックでダウンを奪って試合を決めました、ものすごい選手がこのフランスパリ大会で出現しました。今敗れ去ったピーター・マイストロビッチが何かで反応を出されますが、あのレミー・ボンヤスキーの右のハイキックはこれからひょっとしたら2002年、また新たな波を起こすかもしれません。レミー・ボンヤスキーが強烈な右のハイキックで試合を決めています。S'il vous plaît, protégez pour les ouvriers pour faire évacuer la civière en toute sérénité. Ok, Greg. Yes. Décalez-vous. Beta. Je vous remercie du cœur et l'immense ovation. Il a les yeux ouverts, il bouge la tête et il va immédiatement maintenant se rendre à l'hôpital pour tous les examens nécessaires. Merci encore de l'applaudir. Et vainqueur bien évidemment de ce match épique, Rémi Bonjasky. Le trophée de ce match va être remis par Monsieur Gilles Barissa, président de la Société européenne de magazine et du magazine Karaté Bushido. Who's that bitch? People you know. Me and Tony, I'm just trying to.
et son adversaire Petar Mastorovic qui a été non moins extraordinaire et dont nous vous donnerons des nouvelles dès que nous en aurons. Le prochain match, le quatrième de cette soirée, opposera Bjorn Bregi à Alexey Ignashov. Je vous remercie d'accueillir Bjorn Bregi. Le géant des Alpes, Bjorn Bregi. Entraîné au même style que Ernesto Houst, sa spécialité et sa technique de combinaison comme le néerlandais.